どんどん来ますね、これ。はい、これからいきます。あ、もういただいてください。全然食べてください、どんどんね。上のタコ湯引き400円。タコ湯引き400円だね。このお店では高額メニューです。高額ですわ。400円です。いただきます。美味しい美味しいですか美味しいですか。はい、山寺です。今日はですね、天賀茶屋に来てるんですけど、今日また1万円企画誘われましたわ。よろしくお願いします。もう勘弁してよ。しかもやで、角打ちよ。角打ちで1万円使えて無茶でしょうね、これね。初めての角打ち。初めての角打ちですよね。初めてですか、太一さん。もう多分初めて。ね、角打ちね、なんか、いや、やったの見たことないんで。すごいっす。すごいっすっていうか、あなたが誘ったんでしょ、みたいな感じですよね。ということで、今から行きますわ。よろしくお願いします。はい、お店入ってきたけど、はい、どうしますんこれ。メニューの金額見てビビってます、うんうん、ビビってますよね。だから角打ちではあかんって言うてんのに、もうあかんでしょ。角打ちでやりますか。これすごい、すごい、これすごいですよね。一番高いのでうなぎの500円。そうです、そうです、そうです。うなぎで500円ですからね。普通うなぎでもそんな500円ってもっとしますよね、普通ね。500円やったらもう一かけ。そうですね、もう一かけであってほしいですわ。いや、やばいですよこれ。飲み物、はい、どうします。お会いできるの楽しみ。いや、こちらもあんま楽しみにしてましたけど。すごいです。選んだお店がすごすぎてね。ちょっとやばいなと思いますけども。今のマスタローさんチョイスっていうのもそうですありますし。そうです、チョイスでね。はい、様でございます。お疲れ様です。よろしくお願いします。ありがとうございます。もうビールからね始まります。うまいですね。最高です。キンキンに冷えて美味しい。めちゃくちゃ美味しいです。美味しいけどこの後どうするか。心配やけど。恐怖が待ってますから。何から注文します。何から注文します。100円メニューとかあるんですよ。100円メニュー行くんですか。ちょっと、まあ、やっぱり、うん、ちょっともう怖いんで。怖いですね。やっぱり500円。うなぎ行きましょうか。うなぎ一発行きます。すいません、注文していいですか。どうぞ。うなぎかな。うなぎとあとフィッシュカツかな。フィッシュカツね。で、あの江戸っ子に、はい、いいですよね。ちょっとあとサバカレーも言わないし、あの美味しいんですよ。サバカレー食べたい。サバカレー行きましょう。はい、とりあえずそれぐらいかな。まとは分からないけども、まあね、どれが他は何かあります。だってどんどん頼まんのね、行かないもん。うん、あ、またタコあります。タコありますか。あ、どうもこっち行く。あ、タコ2つ。あ、1つ。いいだろ。まあまあ、はい、あとタコ、タコってあります。タコ、タコ、はい、あ、大丈夫みたいですね。まずはそれで行きますわ。はい、はい、すごい。しっかりしたジョッキーですよこれ。しっかりして、これは生中です、ね、生中です、生中です。450円。わあ、これもう結構量もあるしね。ハイボール。すごい。生大なんかだったらどうなんでしょうね。大600円。ねえ、これちょっとあれですよね。でも普通の生中よりちょっと一回り大きいような感じするねんけど。そうですね。ねえ、しっかりしてますね。しっかりしてますよ。くびれてないです。くびれてない、くびれてない。もうストーンとね。うん、いい。これも正統派中ジョッキーかもしれませんね。うん、これ江戸っ子煮ですよ。缶詰のね、あの江戸っ子煮ってやつですけど ね、 そうなんね。これ今ね美味しいんですよ。食べたことありますか。ないです。あ、これ角打ちならではのね、ほんまにもう味わいですよ。角打ちだからこそ缶詰で食べれるというね。そうなんです。はいはい、あ、もういいです、大丈夫ですよ。食べました、食べてみてください。一回、はい、一応食べてみてください。もうこれどんどん食べんとね。あ、そうですね。そう、ちょっと甘辛いんですよ。うん、このお肉といとこの感じで、はい、もう、なるほど、いってくださいよ。失礼します。はい、うん、うん、あ、美味しいですか。美味しいですね。甘めでしょ。甘めですね。うん、あ、甘辛いの、甘いが勝ってますね。甘い勝ってるんですよこれね。あの、僕の夢なんですけど、一回ご飯と食べたいなといつも思うんやけど。いいですね。はい、あんまり酒屋以外では見かけたことがないんでね。そうです、はい。
あ、どんどん来ますね、どんどん来ますね、どんどん来てますよ。これなんかフィッシュカツですね、うん、フィッシュカツね。でこれがサバカレーです。サバカレー、缶詰でね、あのサバが入ったカレーなんですよ、はい、これがまた美味しいんですよこれ、うん、サバカレー、サバカレー。フィッシュカットのこのままですか。そうです、まあ、好みでまあソースかけてもいい。これ多分カレーの味がついてると思うんですよ。食べてみてください。もう全然もう、もうこんな遠慮しとったらね、もう、まあ、はい。これはおいくらですか。これ250円やったに違うかったかな。フィッシュカツ書いてないかね。うん、探すの大変ね。後から探しましょうか。はい、うんうんうん、あのあれでしょ、昔あのビッグカツだったでしょ、駄菓子屋さん、あれのリアル版ですよこれ。わかります。リアル版ビッグカツ、まさにその通り。そうでしょ、これほんまにねカレー味がついてるんですけど、魚感強いビッグカツ、そう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 、リアル感のあるやつ、うん、本当に美味しいよ、うん、カメラマンのバンクも食べてほしいぐらいですね、うん、リアルビッグカツ、うんうんうん、合うと思います。すげえ。来ましたよ。ついていきます。ありがとうございます。次はあの刺しろをもらって、このうなぎ大きいな。え、持ってませんか。大丈夫ですかこれ。500円。普段からこんな大きいんですか。500円で。500円これ。500円。これ半分ぐらいですよね。500円やったら普通ね。うん。すごいわ。ご飯。ありがとうございます。すみません。ほんま嬉しかった。ありがとう。いやほんまやばいわ。すごいですわ。これはもう、もう僕はもうここから焼酎飲みますわ。あ、なるほど、うん。いいですね。すみません、焼酎のサシロ、うん、サシロのどうしようかな、水割りにしようかな。はい。お願いします。なるほど。はい。でもうなぎいっちゃってください。うなぎいっちゃってください。もう全然いっちゃってください。あ、やらか。うわ、いや、うまそうや。絶対それ美味しいわ。うわうわいただきます。肉厚ですやん。すごいですね。ねえ、うん、あ、うまいですか。うまいですか。ありがとうございます。甘辛い、甘辛い。僕も行こう。どんな感じやろ。甘辛い、甘辛い。安いっすよこれ。絶対安いと思うわ。なんでそんな安いんやろ。うなぎちゃん、おう、なかなか切れへんやん僕。うん、もうよっしゃ。うわ、肉厚や。めっちゃ肉厚。さあ、いただきますよ。うまい、うまい。これあの焼酎のサシロですわ。サシロも2杯目いきますよこれ。サシロ、はい。何焼酎？これ何やろ、芋かな。いや、なんて麦かな。あ、麦か。長期熟成本格焼酎、麦やね、多分、はい、うん、麦ですねこれ。はい、あ、美味しい、美味しい。これ美味しいわ。あの、まろやかな味わいでね、うん、飲みやすいですわ。うん、焼酎もいいですね。焼酎もいいですよ。あのビールだったらもうお腹張るからね、食べれませんよほんまに。食べれませんよ。企画がもうやばいことになりますから。今でもちょっと結構もう食べ物広がる。いやほんまこれで普通に、これで普通ですわ。もうこれだけだったら普通に飲みますからね。はい、そんな感じですよほんまに。申し訳ございません。いやいや大丈夫かな。いやいやほんま、いや大丈夫ですけどね。まさかの角打ちでするとはちょっとね、僕もちょっと想像外でしたけど、想定外。はい、すみません。すごい面白いけどね。うん、まあありやけどね。お願いします。お願いします。ほんまに。どっち行くんですか。あ、柔らかい、ほんま絶妙。絶妙ですね。うん、硬くないです。硬くない、うん、あ、ほんまに美味しい。めっちゃ硬いのありません、たまにね。めっちゃうわーっていうのあるんやけど、これは歯切りがいいわ。美味しいです。うん、うまい。焼酎と、うん、美味しい。酔うわ、もう酔っ払ってきた。もうすでに酔っ払ってきましたけど大丈夫です。見ないで。じゃあこっちはペースがすごいで。いや、そんなことないですけどね。はい。これもサシローさん、サシローさん、ソーダ割りしたんですね、はい、僕は普通の水割りでね、はい、飲みやすいでしょ。だからこれ美味しいからスッスいってまうんや。コクありますね。コクあるの、熟成してるからコクがあるんでしょうね。ちょっと黄金色してますもんね。本当ですね、うん、薄く黄金色してるから。お料理合います。うん、
えらいことや、最高ですわ、酔っ払うわ、かしこまらんでいいですから、うん、ねえ、やりましょうやりましょう、あのサバカレー食べてほしいんだけどね、どっちかにしたらいいです、先行ってください、俺は、うん、このサバがまた美味しいのよ、サバが、うん、サバが美味しいね、たっぷり入ってますね、豆腐、高級やから、いやいただきます、美味しいでしょこれ、これ、美味しいでしょ、うん、やっぱサバ、お肉じゃなくてサバなんですよ、そうなんですよ、あっさりいけるでしょ、これ缶詰と思われへんぐらいのねクオリティなんですよ、はい、あとで辛さがちゃんときちんと、そう、うまみもやっぱサバなんで、そうなんですよ、美味しい、うん、なんか飲みっぷりいいっすね、ちょ負けてられへんわ、ほんまにもう2杯させてしまった俺もういっちゃいましたよ、うん、えー、マイティー、ほんまについていきます、なんでついていくんですか、もう怖いわ、やめてよ、無理せんでもいいから、大好きなんで、ありがとうございます、僕も大好きなんで、ほんまにもうこれちゃんぽんになりますね、僕も 生クワロックっていうの行ってみようかな、ワイン系はあったんですか、ワインあるんですよ、かっこいい、カチ割りワインでね、あるんですよ、生クワロック、きっと美味しい、飲みましょうか、これも欲しい、あ、飲みましょうよ、多分白と赤とあると思うんやけどね、まあ、僕は白しますけどね、僕も白で、はい、白でいいんですか、あ、そっかそっか、ほんじゃ赤いきます、あ、なるほど、変態ですね変態や変態やすいません、生クワロック、はい、あれ赤もあるんですか、あ、じゃあ白2つと赤1つ、赤1つお願いします、これワインですか、ワインです、ワインです、そうなんです、ワイン、赤はバン君が飲むんですよね、きっとね、僕たちは白飲みますけども、はい、白でいきましょうか、お疲れ様です、カチ割りカチ割り、飲みやすい、これ何これ、スーッと、あ、美味しい、スーッと入りますわ、スーッと入ります、スーッと入ります、美味しいですね、うんうん、ぶどう感もしっかりあります、ぶどう感ありますね、はい、これいいっすね、これ誰酔っ払うな、これ危険なやつです、これ酔うわもう酔ってるんちゃいます、なんか今めっちゃおもろい顔してます、なんかね酔ってますね、絶対酔ってるよ、絶対酔ってるタイスさんそんな顔しとったかなみたいな、すみません、ほんまに、うん、うまいわ、うまいっす、うまいっす、ほんまに全然あの食べ物進んでませんけどね、正直ね、これね、どうするんですかねみたいな、進んでません、もうなんかいろいろね進め、ちょっと僕もサバカレーいきますわ、おう、これうん、うまっ、うん、うまっ、ワインと、あ、ワインと合うわ、やっぱ魚やから白ワイン合いますね、そうです、合う合う、いいですね、いいですね、最高です、今日でも沖縄、そうそう話してましたもんね、はい、そうそう、あの沖縄ね、ちょっとほんまに今日もまた話盛り上がっててね行くんですけども、これねお願いします、行きますよ、これやばいですよ本当に、大丈夫ですかこれ、沖縄どんな風にするんですかそれ、僕ちょっと思ってんねんけどね、川上鮮魚店さん、それおっしゃった、あれね、あれ1万円するのえ、何人でするの、3人でバン君と3人で、ちょっと待って、まあ、もう一人誰かそこいた人で、ああ、一つ考えたらあれ沖縄やるでしょ、うん、ほんならあのセンベロね1万円したら飲み物だから30杯あるんで30杯、1人10杯、川上鮮魚店に関してはね10杯プラス、はい、当てね、食べ物 ね、これね 2品やから20品あんねん20食べれるこれ、無理です、20品と30杯、青森30杯飲みますか、青森の人でなんか、 なんか誰かもし、まあ、誰かもし助っ人的な、助っ人的なこといる方ね、おられたらそうやね、お願いしたい、ちょっとやばいなと僕は思ってます、よろしければ続行させていただきたい、はい、そうです、いやもう必ず行きますよ、もうこれはもう続行です、いやもう実は私予約したんですよ、もう、あ、そうそう、もうホテルも取ってるんで必ず行きます、これは実行します、はい、もし今回ったら大地さんは今回行かへんか知らん、今回ったらもう知らんけどね、行きたいです、はい、行きます、行きます、こちらこそお願いしますよ、であとねもう一個すごいとこあってね、やばいとこあんねん、串カツ10本ね、串カツ10本と飲み物3杯で1000円とかもあんねん、
これどうします？な串カツ100本と現実逃避ビビってますビビってます。もう沖縄でスクーバーダイブしたらえんちゃんもあかんかったら、ね、沖縄ちょうどあるでしょ多分、はい、あのもし失敗したら沖縄でなんかスクーバーダイブ別にあの、まあ、確かに罰ゲームじゃない。贅沢な。そっか、あじゃあスカイダイビングや。スカイダイビング。スキューバーは水の中で。あそっか、それはかえって嬉しいかもしれんな。スカイダイビングは沖縄はできないから。できないのかな。確かに。ほんまですか。あっあれですか、ジェットのやつあるじゃないですか、うん、あジェットでこうビャーっと走ってちょっとこう浮くやつ、下から浮くやつ、あのレーサーフィンみたいにするやつ。ああ絶対怖い。あかん危ない。それ遊んでるよ。バン君やりたいんちゃう。ずるやりたいやりたい。それやりたいねバン君。11月の海でやりたくないです。あそうか。いやあそうか。いやでもそんな寒ないと思うよ。あ、うん、だって 10月まで泳げるからね。あそうなん。沖縄中のはじゃあもうただの楽しい。それはあかんわ。それはあかんわ。それ別に考えましょうね。いやでもね、お願いしますお願いします。いやでもね、その串カツ10本のとこもやりたいなと思ってんだけど、ぜひ。ただね、飲み物30杯に串カツ100本はちょっときついに違う。1万円食べると100本食べれる。バン君3人で100本1人33本。違うんですよ、うん、一桁間違ってるんですよ。一桁間違ってるよね。間違ってる。多分無理やと思う。酒30杯、まあ、もし誰かやあれ助っ人がいらっしゃるから、はい、調子乗って途中で泡盛とか挟んで、はい、あ行く行く挟むね。もうベロベロよ。俺もその後ね、絶対もう僕たち絶対楽しいから踊りわーって行くと思うね。沖縄の三振行くチャンチャンチャンってやると思うね。絶対やばいそんなもん。こんなもんもう朝方までなりますよベロベロで。あもう絶対面白いと思う。絶対面白い。あもう感動するから、ぜひぜひ来てください。ぜひぜひ。いい出会いある。いい出会いある。あ出会いあります。あバン君出会いあるわ。あ協力しますよ出会い。あじゃあ大丈夫です。もう協力します。僕引っ掛けてます。ナンパしますわ。ナンパしますわ。いやナンパしましょう。ほんまに沖縄の女の子可愛いからね。あの目がクリッとしてあの安室奈美恵ちゃんみたいな感じの子がもう結構いてますから。本当にバン君やばい。バン君モテるわ。もうイケメンやし大丈夫や。まあ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 、はい、でも遠距離になるからね。遠距離になるからもう沖縄に住んだらええんちゃう。カメラマンが困るね。大地さん困る。大地さん困るな。家賃安そうや。いや意外と高いの。沖縄高いんですよ、うん、そう高いんですよ、はい、僕はあの移住しようかなって一瞬ちょっと思ったことあって、いろいろ調べたらめっちゃ高いの。あ、ええ、沖縄のタワマンとかオークションとか普通にしてますから。ほんまですよ、うん、びっくりします。リゾートやわな。確かに確かに楽しみですよ。もうご期待でございます。いつ行くとは言ってないけど、まあ冬ぐらいにね行こうかなと。年内年内ね年内そう年内に行きますんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。